やばいやばい、ジャイアンツやばいって、ほんまに嬉しいのか悲しいのかわからん悩みやって、これ。ほんまに、ちょっとね、今まで出てた選手がこれから出られへんようになってんのちゃうかなっていうふうに僕思います。てな感じで始まりました、小山翔平ベースボールチャンネルです。今日も最後まで見に行ってください。よろしくお願いします。はい、今日はですね、ちょっとね、嬉しいのか悲しいのか、ちょっとわからないんですけど、今後のジャイアンツで、起用法ね、いろいろ考えていったところですね、ちょっと出られなくなる選手が出てくるんじゃないかっていうところを発見したというかね、すごく思いついたので、ちょっとね、それを動画にしてみようかなっていうふうに思いました。はい。で、どういうことやねんって話なんですけど、サムネイルにもありましたように、まあ、坂本選手であったりとか、大城選手であったりとか、門脇選手、出口選手、まあ、この4名あたりは、ちょっと今後、誰かね、全員ではないけど、誰かが、おそらく出られなくなる、試合に。その可能性が非常に高いんちゃうかなっていうふうに思ってます。じゃあちょっとね、一人ずつね、なんで僕がそういうふうに思うかっていうのを、ちょっとね、言っていきたいし、ちょっと今日の動画に関しては、ちょっと皆さんの意見を聞きたいんですよね。だから、ぜひね、皆さんの意見をコメント欄で、教えていただけるとね、本当嬉しいですし、僕もね、ちょっとね、これはね、まあ、動画にしてるんだけど、ちょっと問題提起というか、ちょっと皆さんの、意見がね、聞きたいと思ってね、動画にしてるんで、よろしくお願いします。まず、坂本選手なんですけど、今、ファームにいるじゃないですか。で、非常にね、まあ、チームの中心選手ですし、マジで、絶対必要な戦力ではあるのよ。ではあるのよ。ではあるのは、そんなのみんな分かってんのよ。だけど、今実際、岡本選手サード入って、ファーストの大城選手がめちゃくちゃいい状態じゃないですか、バッティングで。で、まあ、坂本選手がね、いい状態で帰ってきたら、まあ、おそらく、サードは坂本選手になると思うんだけど、でもね、ファーストの大城選手がこんだけ打ってるから、どうするって、カズマをファーストに回したら、大城選手出れなくなるじゃないですか。で、今実際キャッチャーが、岸田選手がね、出てる数が一番多くて、で、バッティングでもね、非常に、貢献してくれてるっていうのがあるので、どうすんのって、こんだけ大城選手打ってんのに最近ね。坂本選手帰ってきたら、ファーストカズマにやって、出られなくなるのみたいな。で、キャッチャー行こうと思っても、キャッチャーに岸田選手いるから、また出られへんよ、みたいな感じで、なっちゃうじゃないですか。って僕思うんですよね。まずね。で、坂本選手ね、帰ってきても、もしかしたらその二人が状態がいいから、カズマと大城選手が状態がいいから、で、坂本選手どうなのみたいな感じで、坂本さんが代打に甘んじるみたいなこともなくはないのかなって僕思うんですよね。で、次誰でした？門脇選手とか、ショートのね、出口選手とかもそうですけども、ココモンテス選手いるじゃないですか。僕、この間も動画取り上げさせてもらったんですけど、やっぱ選手僕めっちゃいいと思うんですよね。で、先ほどサードの場合はね、まあ、坂本選手との、なんていうの、競争とかもありますけども、どっちかっていうと僕そこを、あんまぶつけたくないから、多分ショートに持っていくんじゃないかなっていうのが僕の意見なんですけど、だったら、その二人出れないですよね。どっちか、っていうのもあるだろうし、どっちも出れなくなるっていうのももしかしたらあるかもしれないっていうところで、今、実際ね、出口選手が出てるのが多くて、で、門脇選手が今ちょっと追撃してるみたいな感じじゃないですか。で、門脇選手も、なんかその途中から出て、昨日もね、ツーベース打ってたりとか、結構、
存在感出し始めてるじゃないですか。で、そこの2人でこうバチバチやり合ってる中、ここモンテスドーン、きつない。ちょっとね、やっぱり守備ね、やっぱ大事じゃないですか、ショートって、ね、で、ここモンテスがどれぐらい守備できるかって実際動画でしか僕見てないんで、はっきりと言えないんだけど、でもめちゃくちゃエナではないなっていう風なね、形は思ってるんですよ。で、そこでショートに入っていた場合、門脇選手と泉口選手どっちも出られなくなる可能性もあると思うんで、なきにしてもあらずというか全然あると思うんで、そうなってくると、なんか今バチバチ二人でこうレギュラー争いみたいな感じでやってるけど、そこに黒船、ペリー黒船みたいな感じで、ココモンテスが入ってきた時に二人ともベンチになるというかね、控えに回るってことで、ちょっとね、まあこれがまだわからないけど、どれぐらいやれるかわからないから、ココモンテスがね、わかんないけど、でもバッティングに関してはマジでいいと思うのよ。僕ヘルナンデスぐらいやれると思うのよね。うん、だから、そういった意味で、今取り上げた大城さんとか、坂本さんとか、伊豆口選手とか、門脇選手っていうのは、ちょっと、今後の、なんかその、選手の状態であったりとか、まあ、入ってくる選手の状態によっては、マジで出られなくなるんじゃないかなって僕思うんですけど、皆さんどう思います？僕はちょっとほんまに、まあさすがに坂本さんを代打にするとかはもしかないやろうなぁとは思うんだけど、でも実際そんだけ状態いいじゃないですか。カズマもね、まあ状態良かったり、状態上がってきてるし、で、大城さんもね、ここ最近ずーっと5割ぐらい打ってるじゃないですか。うん。ってなると、なんか、なんて言うんだろう、打線がなかなか振るわないから、まあ大城ファーストにして、ちょっと打線の奮起、なんか、ちょっとこう、願おうかみたいな感じでやってた策が、どんどんハマってきて、坂本さんが戻ってくるところがなくなるみたいなことも、まあそれも言い過ぎかもしれないけど、でもそういった未来も、あるんじゃないかなっていうふうに思ってて、ちょっと皆さんのね、意見を知りたいですし、ぜひね、坂本選手が、代打に、なるんちゃうかとか、坂本選手は外さんやろとか、伊豆口選手、門脇選手は、日本人やからショートでやった方がいいやろとか、連携もあるしとか、守備力が高いしとか、いろんな意見あると思うんですけど、ぜひね、この僕の意見を聞いて、思ったこととかを、教えてください。僕はこういうふうに思うんですけど、皆さんの意見によってはね、またその、考えを練り直したりとか、いろいろね、見直したいと思うんで、でも現状ね、巨人の、ね、打線は上がってきてるのは間違いないので、そういったところですごくね、嬉しい悩み、なんかこう、悲しいようで嬉しい悩みというかね、まあ、すごく難しい問題にはなるんだけど、皆さんの意見ね、ぜひ、教えてください。はい、そんな感じでね、今日は終わってきます。いつもありがとうございます。これからもどうぞよろしくお願いします。そんな感じで今日は終わってきます。じゃあね、バイバイ。